この動画は2021年の6月10日に撮影しています。2022年の6月6日に配信するメッセージをお願いします。皆さんが今されていることをやめてください。それは日々の中であなたが当たり前にされていることです。ですがやらなければいけないと感じていることです。それを必ず一つやめてください。あなたは今なぜだろうと思われましたか？はい、あなたの場合は何をやめられますか？今すごい一瞬でいろんなことが、歯ブラシとか、食べることとか、寝ることとか、すごいブワーっていう感じで来て、でもその時になってみないと何をやめるかが浮かばない気がします。ではもう一つヒントをお伝えいたします。あなたが常識だと思われていること、それをやめてください。なるほど。それがなんでかっていうのは今このタイミングではみんなで考えてねってことですか？その通りです。そしてこれは必ずやめた方がいいということです。それは人によって違う感じですか？もちろんです。なるほど、わかりました。この動画が出たその6月6日っていうのはこの前が4月16日だったので、その5月がそのメッセージがいただけてなかった期間になるんですけれども、5月に出牛がそのメッセージを伝えなかったのは何でですかっていうのは聞いても大丈夫なんですか？皆さんが国を作り始めようとされます。その時その時期にはいろいろな意見やいろいろな動きが出てくるでしょう。一旦そのように皆さんがご自分の意識の中で動くとき、そのときには情報はない方が良いのです。あくまでも全ては皆さんの内側の世界が外側の世界に反映されていきます。ですので情報というものを皆さんが思考の枠組みの中で取り入れたとき、純粋な行為を妨げてしまいます。それを避けるためにその時期にはメッセージをお伝えいたしません。わかりました。ありがとうございます。